サヨナキドリ、ヨナキウグイスとも、アエドーンはギリシア神話に登場する女性である。長部員を省略してアエドーンとも表記される。アエドーンは文献によって異なる物語が語られている。この女性はパンダレオースの娘とされる。父親のパンダレオースは同じ名前を持ち、ゼウスに罰せられたと伝えられるパンダレオスとおそらく、 同一人物と考えられるが詳しくは不明である。ホメーロスの女子誌、オデュスセアーには、ペーネロペーがパンダレオースの娘、アエドーンについて言及する箇所があり、そこに付された途中ヨルと彼女は、定媒の王ゼートスとの間に一シーテュロスを産んだが、夫の兄弟であるアンピーオーンの妻ニオベーが14人の子を産んだのを妬み、ニオベーの子を殺そうとして、 暗闇の中で謝って我が子を殺してしまった。悲しみに暮れる、彼女を会れんだゼウスは、アエドオンの姿を、さよなき鳥に変えた。アントーニーヌスリーベラ、リスの変身物語集で語られている物語は、アテーナ王パンディオオンとその娘ピロメーラーとプロクネーの物語とよく似ている。パンダレオースの娘アエドオンは、ポリテクノスと仲の良い夫婦で、 イテュスという名の息子がいた。パンダレオスは、エペソスの岬に住み、デーメーテールにどれほど多く食事をとっても胃もたれしない、恩恵を与えられており、ポリューテクノスは、ヘイパイストスから斧を与えられた、リュディアのコロポーンに住む大工だった。アエドオンとポリューテクノスの夫婦は幸せに暮らしたが、ゼウスとヘーラーよりも深く愛し合っていると自慢したため、ヘーラーは怒り、争いの女神。 エリスを送り込んだ。彼らは喧嘩を始め、アエードーンは旗織りの途中で、ポリューテクノスは戦車を作っている途中だったため、先に作り終えた者に負けた者が辞女を送る約束をした。アエードーンがヘーラーの手助けを借りたため勝利し、ポリューテクノスはこれに腹を立て、妻の妹であるケリードーンを領辱して、髪を切り落とし衣装を変えさせて、 誰かに話したら殺すと脅し、妻アエードーンの次女として差し出した。アエードーンは、初めのうちは気づかなかったが、一人で嘆き泣く声で、妹ケリードーンであると気づき、夫に復讐するため息子、イティウスを殺害し、その肉をポリューテクノスに食べさせ、ケリードーンと共に父、パンダレオスに助けを求めた。 事態に気づいたポリュテクノスがパンダレオスの屋敷に行くと、残虐な行いを知ったメシスカイたちに捕らえられ体に蜂蜜を塗られて羊の群れの中に捨てられた。夫の体にハエが集まり苦しむ姿を見た、アエドーンは哀れに重いハエを追い払ったが、それを見た両親と兄はアエドーンを殺そうとした。ゼウスはこれらを哀れんで、アエドーンをグイスに、ポリュテクノスはキツツキに、 パンダレオスは、オジロアシに、アエドーンの母はカワセミに、兄は、ヤツガシラに変身させた。またケリードーンは両辱された時、アルテミスに助けを求めたため、女神によって、ツバメに変えられた。ありがとうございます。